専門修理員の馬場です。3ヶ月間船体旅館を回らせていただきました。中央病院で研修をさせていただくにあたって、どうしても中央病院でないと経験できないかっていうのはやっぱり船体旅館かなというところがあって、修練の最後の3ヶ月を船体旅館で勉強させていただきました。どんな治療も最初は治験を経て始まることがほとんどだと思いますけど、その場合 その実際の治験を見れるっていうのが船体旅館ですし、あとそこでどんなものが種から実際の身になるのかっていうところ、流れを見させてもらえるとしたら、船体旅館かなと思いましたので船体旅館を回りました。そうですね、まず、予想外だったっていうのは、その医療スタッフの中でも特にその医師以外の人たちの、なんとかルールを遵守する姿勢というか態度というか、その辺のクオリティコントロールがほぼ完璧で、むしろ僕は何もしないでいるのがむしろ全体のためぐらいのクオリティの高さだったので、そういう意味では医者がどうとかっていうよりもそれ以外 の職種の人たちの、努力で成り立っているところが大きいなという印象ではありました。でただ逆にじゃあ医者は何やってるかというと、やっぱりこう知見を持ってくるとか、外の人たちといろんなつながりを作るとか、そういうところが山本先生はじめスタッフの先生、水野先生もそうですけども、すごい長けてるなと思って、そういうところに時間と労力を割いておられるというのが言われてみればそうなんですけど意外だったというのが一つですね。で目的とした研修として、その中で得られたものとしては、やはりこれから種になりそうな、今どういう方向で世界中がその研究開発に向かっているのかっていうのが一つのプロトコルを見るだけでもいろんなことが書いてあって非常に勉強になりましたし、今後 5年10年ぐらいのがん治療の先行きを見るという意味ではとても勉強になりました。目の前に来た患者さん、僕は来年度からまた別の施設に行きますけども、その時に目の前にいる人が、本当に治療レートラインが終わってその次のタイミングを本人が探している時に適切に提示できるというのは非常に大事かなと思いました。であとはこうやって新しい薬が薬になってくる、保険承認も含めて、適用拡大も含めて薬が市場に出ていくっていうその手前のところを見たときに、そもそもほとんどの薬が安全性効果含めてもうほとんどが保証されている中で使っているということを、改めて使わせてもらっているということを改めて思い出しましたので、そういう意味でもう少し、今後いろんな薬を投与させていただく患者さんについてある程度の緊張感をもう一度思い出せるかなとは思いました。